おいでメモリーお届けしました。はい、ありがとうございました。 なんで何も言わないの今あ今ね CM 入らないよな、大丈夫だよなとか思いながらちょっと静かになっちゃいました。 CM 入れるときはじゃあこの曲終わりでジングル入れようねっていつも言うじゃん。これが1ヶ月のブランクというものでございます。いやでもこのねボーイの裏話ちょっとさっき曲かかってる最中に聞いたんですけど、いいですね。はいはい、乗りませんね。はいはいで終わっちゃいました。いやいや裏話いいですねって言ったってリスナーさんに伝わらないじゃん、ね、あそうなんですよね。まあ学校のクラスの中でね、クラスのお別れ会ですね。本当の会でなんか生徒さんプラス先生も交えて、そう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 、みんなでね音楽室って、いや確か音楽室だったような気がするけどね、やりましたね。いや中学校の頃の卒業式の思い出があんまりなくて、高校の頃の思い出が何本かあって、ああまあ終わった後にも確かにカラオケボックス行ったりとか集まったなっていうような思い出はあったんですけれどもね。中学校の時はまだカラオケボックスがなかったような気がする。この辺で一番新しかったというか早かったカラオケボックスは旧武田スポーツさんの下のところですかね。ああそうですね、多分、名前が出てこない、出てこない多分あそこだと思うんだけどね。ですよね。なんだろう、中学校の時はまだそのカラオケボックスっていうのがなくて、友達の家でなんかカラオケの機械があって、あのスピーカーにマイク2本つながっててカセットみたいなのを入れるタイプの、そうそうそう、そういうあのものがあって、なんかそれで歌ってたような気がするな、みんなでな。それからもうちょいするとあのマイクにカセットテープ入れてそのまま歌えるようなやつとかも出てましたよね。 ありましたね。なんかテレビにそのまんまあれもありましたよね。ですよね。なんか懐かしいですね。ですね。テーマからそれてきてるのでそろそろあなたの曲を戻ります。またお届けしましょうか。そうですね。それでは続いてお届けする曲ですけれども、まあ、女性男性ときたので女性の曲をお届けしたいと思います。お届けする曲は西野カナでベストフレンド。